サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 Amazon Aurora PostgreSQL が R6i インスタンスをサポートしました。 12.9 アンドハイヤー、 13.5 アンドハイヤー、 14.3 アンドハイヤーの3つのバージョンで R6i インスタンスがサポートされています。 Amazon Workspaces Web が東京リージョンで利用可能になりました。Amazon Workspaces Web とは、ユーザーのクライアント端末のウェブブラウザから Amazon Workspaces Web のイメージ内部の Chrome Web ブラウザを使い、イントラネット上のリソースへ平域アクセスすることを可能にした AWS マネージドサービスです。 Amazon Workspaces Web はイメージ内部のウェブブラウザの表示画面をクライアント端末にストリーミング配信しているだけなので、クライアント端末に情報が残る恐れがありません。従来、社外から社内イントラネット上のシステムを利用する際は VPN を利用するか、 Amazon Workspaces をはじめとした仮想デスクトップサービスにアクセスするかのいずれかを選択していましたが、実装管理負荷が軽減可能な Amazon Workspaces Web は一つの代替手段となりそうです。 Amazon EBS で GP2 から GP3 へボリュームタイプ変更を行う際に IOPS 等を自動計算するようになりました。これまで EBS のボリュームタイプを GP2 から GP3 に変更する場合、 GP2 のボリュームに割り当てられていた IOPS スループットを計算して GP3 に設定する必要がありました。今回のアップデートにより元の GP2 のボリュームから IOPS スループットを推測し、自動的にプロビジョニングすることが可能となりました。 AWS シングルサインオンの権限セットでカスタマー管理ポリシーが利用可能になりました。AWS シングルサインオンとは、複数の AWS アカウントへのシングルサインオンアクセスの一元管理を行うサービスです。AWS シングルサインオンでは、アクセス権限セットというアイデンティティベースのポリシーで定義する権限があります。これは AWS シングルサインオンがスイッチロール先の AWS アカウントに自動生成されるスイッチロール用 IAM ロールにアタッチするための IAM ポリシーを定義するものです。これまでは AWS 管理ポリシーあるいはインラインポリシーのみアクセス権限セットに利用できましたが、今回のアップデートによりカスタマー管理ポリシーも利用することができるようになりました。 AWS ラムダが属性ベースのアクセス制御をサポートし、タグを使用して IAM 内のラムダ関数へのアクセスを制御できるようになりました。属性ベースのアクセス制御を使用すると、組織の規模に応じて新しいユーザーやリソースごとに権限を更新する必要がなく、メンテナンスの手間を軽減することができます。 AWS バックアップが RDS マルチ AZ クラスターに対するバックアップ機能をすべてサポートしました。今回のアップデートでは AWS バックアップのデプロイオプションのうち、マルチ AZDB クラスターでデプロイされた RDS のバックアップ機能がサポートされました。これによりすべてのデプロイオプションを AWS バックアップがカバーできるようになりました。クラウドフォーメーションがイベントブリッジに対して3つのイベントを発行できるようになりました。発行可能になったイベントは、クラウドフォーメーションリソースステータスチェンジ、クラウドフォーメーションスタックステータスチェンジ、クラウドフォーメーションドリフトディテクションステータスチェンジの3つです。この機能により、単発のカスタムコードを書いたり新しいソフトウェアを開発したりすることなく、クラウドフォーメーションスタックまたはクラウドフォーメーションスタック内のリソースのいずれかを作成、更新または削除した後にリアルタイムでアクションをトリガーすることができます。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。